トルフィン、あ、ここにいるの。レイフさん探してて。よろしく頼むぞ。3、2、1。さあ、始まりました。ヴィンランドサガシーズン2ね。また皆さんと、今回もね、一緒に見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いや、僕はね、まだ2週間くらいしか間空いてないんだけど、地上波をね、まあ、第1シーズンリアルタイムで見てた人たちは、これ久々のね、2期。まずオープニング。おう、あ、これトルフィンか。ああ、これ前回ラストに出てた謎の人じゃない。てか歌かっこいい。けどちょっと悲しげな。ああ、あの剣、前回のラストすごいかっこよかったよね。剣落とした時の。うん、アノニマスって読むのかな。おい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 。いや、不穏だな、おい。ああ、血に染まってんのかな。いや、頑張れ。楽道を作るんだぞ、クヌート。ええー、めっちゃ大人になってる。アシェラット。いやー、レイフさんとあれかな。トルフィン帰らないのかな。どうなんだろうね。自分の道をさ、見つけて探し出して歩いていくとかないのかな。全然わかんない。誰？あそこら辺がまたトルフィンだったりすんのかな。さあ、来たね。ああ、剣ってのか。え？もう、体に刻む。大地に刻む。これ何語だ？聞き慣れないなぁ。この子は、うわぁ、血が。誰だ？ああ、わかんない。海渡ってた人かな。奴隷。一気の終わりにね、なんか気になる人いっぱいちょっと出てたんだよね。おう。危なくない？今の。ねえ。おう。いや、危ないでしょ、今の。ああ、ここは兄弟。戦の特訓？いや、それすごいのかな。この人もその後になんか戦場とかに赴くのかね。ね！それ、ナイフはやめよ。確かに。それも嫌だけど。この後すごい人になるのかな。すごい平和そうだけどね、ここの家族。
うん、守る。うん。ああ、一回戦争でダメになってるんだ。親父。ん？親父は誰？その親父は知ってる人かな、うちらが。うん。いや、いい家族じゃん。いや、関わらないで済むならやめとけば。負けっぱなし。うん。うん。いや、そうね。そうね。美女二人。うん。ああ、私たちがここにいればみたいな感じかな。気持ちさえ奪われなければみたいな。何度だってやり直せるんだね。いや、強いね。いや、相変わらず素晴らしい音楽だね。うん。うわぁ。バイキングか？あー、これが、前の？いや、また起きたのか？うん。いやー、この若い女性を守らないとね。うん、大丈夫？落ち着かせてくれた。うん、いやー、この人怖いなー。お母さんちょっと大丈夫かなー。これがやっぱあれかなー。一気に海に出てた人たちかなー。いやー、たどり着けるなんか、無事に。怖ーい。ああ、お母さん。いや、戻ってこない方がいいんじゃない？あ、行っちゃうの？行っていいの？いや、厳しそうだね。当たってる場所考えると。流れやかな。ああ、戻ってきちゃった。撃ったやつはいないのか、近くに。流れや。いやー、あんま声出さない方が。ん？やばい！あー！あ、ほらー、もう、そういう風な感じじゃん。戦うのか？うん。いやー、連れて行けってことなんだろうな。またやり直せるって。ああ。ああ。うわあ。逃げれたかも。いやー、来ちゃうよ。いや、来ちゃったか？
あ、来ちゃったっぽい。いやーもう。いやいやいや。もう。いや、いけるか？うわー。え、大丈夫？あの子。え、連れてかれちゃうの？あ！うん！いや、これで殺されないといけるね。怒りで。ああ！マジかよ。いや、この子は大丈夫かと思ったわ。ああ、奴隷。ああ、今回のタイトル。わあ。わあ。埋めてあげることもできず。うわあ、つれえ。重い。いきなり重い。ん？なんかどうかなるか？お？ああ、歯向かいというよりは、憎しみというか、もうほんと黒い感情の塊？うん。オーディン。ああ、今回はこういうのがあれかな。前は出てくるのかな。あ、ああ、やっぱあの人か。あ、ここら辺あったよね。一気のラストに。いやー、この船に乗ってなかったんだね。あの二人。いたかなって思ったんだけど。え？病気かな？ああ、もうちょっと人格的に、もうさっきまでのあの人とは違う感じかな。ん？ダメ。え？運ぶ？え？捨てるの？海に？そういうこと？生きたまんま？あ、外に出しとくの？いや、どっちにしても、マジで？うわもうハードすぎるわ、ここ。ああ、これが奴隷賞とかなのかな？ああ、やっぱそうだ。ああ、じゃあここにいるみんな奴隷？あれ、トルフィンじゃないよね、さすがに。どれくらい時が経ってんのかわかんないな。いやー、飲み込まれそう。心が。絶望に。いや、希望も救いもないじゃん。今のところ、この人に。なんて言ったかな？そうだって言った後。美味しそうな。ああ、売る前だから、ああ、
ああいうなんか美味しいものっていうかね、精のつくもの食べさせてるのかな。まあ、少しでも高く売るためになんだね。まあ、あったんだろうな、こういうこと。いや、こういうことがあったんだよな、地球で。しかも、ちょっと前に。あ！うん！逃げ出した！いや、逃げれるかな？あ、逃げ切れんの？あー、食事。あー、いいの？ここ人いるんじゃない？あー。いや、この人たちの生活も、いやー。うん、あー！見つかっちゃった？見つかったか。うわー。うわー。あー、見せしめだ。はるか彼方。やばいね、奴隷制度。こうやって見ると。異世界もののアニメとかで見るとね、もっとライトだけど。え？わ、これはどういうこと？ああ、罰か。生きるって言ったかも。もう感情がないよ、顔。それは、そっちのためにってことか。男性のあれなんだね。いや、この音楽、これ、ヴィンランドサガの、切なくなるよね、この曲。いや、けど、この人こうやって描くんだからなんかあるんだろうなぁ。あ、レイフさんか？違う？レイフさんじゃない？この髪型。どうだろう？お探し。いや、レイフさんじゃない？なぁ、レイフさんだ。いや、またちょっと年取ってるかな？年取ってるっぽいな。いやー、レイフさんに変われるのは、ラッキーじゃない？こういう言い方していいのかわかんないけど。あ、トルフィンを探してんのか。トルフィン探してるんだ。え、ってことはトルフィンと一緒にいないんだね。また。あの日の前の話じゃないもんな。え？待って、解放してあげたいって奴隷になっちゃってんのか？トルフィン。え、そういうこと？え、ダメなの？
いやー、どこ行っちゃったんだ、トルフィン。クヌートのとこにはいないのかな。もうずっと本当にその人生だね、レイフさんは。けどそこちょっとね、分かってないというか、いろいろあって。うん。なんだ。あー、回転になるのかな？歯を見てるのかな？この時代やっぱ歯とかを虫歯になるとやばいとか。うん。うん。北イングランド。買われそう。うん。もう、なんか悪い人な感じはしないけどね。ああ、過去の。うん、どうなるかな。あ、買われたのかな。ああ、買ってもらえた。ああ、いるいるいる。うん。うん。うん。農場。あ、すごいの。うわ、一面これ。やっぱ。あ、震えてるね。あー、重なったか。うわー、つらー。あー、またやり直すのかな、ここで。どういう人生になるの、この人。クヌートとか、トルフィンとかと交わってくるのかな？今の斧を切るところが入ったってことは、やっぱ戦いに巻き込まれる？あれがするね、音が。あ！トルフィン！あ、ここにいるの！うわぁ！レイフさん探してて、あ、教えてほしいけど覚えてないかな、さっきのあの名前。あ、大きくなってるっぽい。え、もう大人じゃない？だからやっぱ奴隷になってるんだ、トルフィンも。名前、え、どう？ダメ？あは、めっちゃ大きくなってる。え、どれくらい経ったの？はあ、え、この出会いがどうなるんだろう。いや、彼がいるんだから、こっからやっぱ戦場なの。また戦地に赴くことになるのか、トルフィンは。いや、てか、なんでこんなことになってんの、トルフィン。やっぱあれか、切ったからかな。その処罰として、奴隷落ち。わあ、またおしゃれな。
いやー、やっぱヴィンランドサガすげえわ。ああ、ここであれなのかな。これトロフィン？ああ、昔の自分かな。過去の自分を今どう思ってんのかね。アシェラットに固執していた。いやあ、この二人ともなんかあれだね。前を向けないって感じなのか。そこから希望を見出すような、今光当たったけど、ストーリーになってくってことなのかな。トルフィンじゃない？ああ、親友になるのかね。この人が。まだある？あ、予告か。はい、というわけでね、ヴィンランドサガのクオリティはやっぱり落ちてなかったですね。非常に重厚というか、まあ大人が見て楽しめるような作品になっているなというのが、まあ今回のこの2期の1話で感じました。ここからね、まあ難しいお話続いていくかと思うんですけど、皆さんのね、また温かいサポートをね、コメントでいただきながら、まあしっかりね、理解して作品見ていきたいと思います。まあ、まだね、1話ということでここからどうなるのかはわからないんですが、まあトルフィンにしてもレウスさんにしても新しく出てきたキャラクターにしてもね、みんながとにかく幸せになれるね、未来が見たいなと僕は思います。というわけでね、今回の第1話に対する皆さんの感想だったり、僕のリアクションに対するコメントお待ちしております。以上、動画2つお送りしました。バイバイ。